モントホーク、マイティマッハが先に向かいます。最後に桜エクスプレス、札幌旧レース礼文特別、今枠入りが終わりました。スタートしました。スタンド前へ出てまいります。9頭、まず先行争いは押しております桜エクスプレスの外から北野雷電が出ます。北野雷電、桜エクスプレス、内からは北天ガロー、この3頭が先行策。あと最内ホステイルが4番手の位置、差がなくグレート王者マイティマッハ、その外にタマモクロス、後ろ2頭ですが広野早手が外、内からはベルモントホークがわずかに最後方で各馬第1コーナーに入っていきました。さて前の争いから逃げますのは2番の北天ガローです。北天ガローが先頭、リードが1馬身、2番手には北野雷電、あと半馬身差、1番ホステイルが3番手、後ろ2馬身がいて8番の桜エクスプレス、あと固まりましたタマモクロス、グレート王者、そしてマイティマッハ、広野早手、後方はベルモントホークまで全く固まっています。先頭からしんがりまでは7、8馬身の圏内で、2コーナーから向こう上面です。先頭を逃げます2番の北天ガロー、リードが半馬身、北野雷電がぴったりと2番手につけています。線を通過、後ろ2馬身がいてホステイルが3番手、あと1馬身半が来ました。8番桜エクスプレスが4番手、その後ろタマモクロス、広野早手が今後ろから4投目、グレート王者がその後ろ、ベルモントホークが後ろから2投目、最後方はマイティマッハと変わっています。第3コーナーのカーブ、前2頭びっしり競り合っていますが、2番の北天ガローが打ち、9番の北野雷電がわずかにかわしたか600を通過、後ろ4馬身から5馬身ぐらい空きました。後方集団からはタマモクロスと桜エクスプレス、そして内ホステイル交代気味、代わって広野早手がぐーんと差を詰めて400を切ります。先頭は今度は北野雷電です。第4コーナーのカーブ、北野雷電に今度はタマモクロスが並びかけて、タマモクロスが先頭か、直線コースに向いてきました。タマモクロスが先頭です。2番手は北野雷電粘っている、外からは広野早手が突っ込んで200を切りました。先頭はタマモクロス、2番手広野早手、広野早手が懸命にタマモクロスに並んでかわした。広野早手先頭、タマモクロス2番手、先頭は広野早手1馬身差でゴールイン。2番手タマモクロス、あと3番手争いにベルモントホークが突っ込んでいます。